手羽兄ちゃんがちゃんとさっきのこと支えてくれないからだもん。手羽先、美味しそうな名前だな。いい報告、期待してますよ。いちいち話すトーンがバカなんよね、なんか。さあ行きますか、それじゃあ。やあ、イナさん、ガイアのハンマー役に立ってるかな。あのハンマーには精霊の力が宿っていて、どんな金属でも鍛え上げられるらしいぞ。ぜひ君の冒険に役立ってくれよ。ありがとう、ぜひとも使わせていただくよ。アユナ、わしは信じておるぞ。そなたなら必ずや悪しき魔王を打ち倒すとな。我らサマディ王国の民も全力で応援しているから、精一杯頑張るんだぞ。もちろん。夫から聞きました。あなたはあのユグノアの王子アユナだったのですね。16年前、エレノア王妃が赤ん坊のあなたを抱いて幸せそうに微笑んでいる姿を今も覚えています。本当に立派に成長しましたね。もしエレノア王妃が今のあなたを見たら、きっと誇りに思うはずですよ。一応幽霊の母親にはあったんですけどね。ね。さあ次はどこに向かえばいいんかな。とりあえず仲間に話聞けばわかるか。あ、それか冒険の手引き的な。ここかな。でも火山。何？日の脱ぎ火山に眠るという伝説の火事場について知りたいだと？今はそんな話に付き合ってやる暇はね。近くに化け物が出たとかで、里は大変なんだ。里の左の階段を登った先にある、イヤヤク様の社で詳しく話を聞いてみな。里の左の階段を登った先、めっちゃ詳しく説明してくれた。あれ？これをとりあえず登らんといかんのか。んで、あ、この先ね。めっちゃいいよね、この辺なんか。超映えるって感じ。はい、やってきました。ヤヤク様、化け物に襲われた神官は、未だに怯え、寝込んでおります。よほど、怖い思いをしたのでしょう。あの化け物がいる限り、いつまでも儀式ができませぬ。何の儀式？めっちゃ普通に上がり込んどるけど、私ら。あ、どうも。化け物ごときに尻尾を巻いて逃げてきよって、このたわけが。え、目に入ってないんすかね、私ら。怪我さえなければ、化け物なぞこの手で成敗してやるのに。一刻も早く、あの儀式をやらねば。ものすごい剣幕ね。何かあったのかしら。ねえ、こっちの存在にも気づかず。あ、客人か。すまない。見苦しいところを見せてしまったね。いえいえ。見たところ、ずいぶん腕が立つようだ。何？パッと見ただけで何がわかるの？なるほど。怖いんだけど。少し私の話を聞いてくれぬか。うんうん。この里には火の神を称えるため日の乃木火山である儀式をする風習がある。里を守るには絶対に欠かせぬ儀式なのだ。先日その儀式をするために日の乃木火山に神官を送ったんだが、その道中で突然化け物に襲われてね。逃げ帰ってきた神官の話では、化け物のやつは鋭い牙と爪を持ち、おぞましい姿をしていたという。今までにはおらんかったような敵ってことか。本来なら私が成敗してやりたいところだが、この地に救う火竜を倒した時に怪我をしてな。今は歩くので精一杯さ。あれ、この地におった火竜ってさ、旅の者に頼むのは気が引けるが、あれ、里のため、あれ、別のやつやっけ。この地におった火竜ってなんかおとなしい子じゃなかった？違ったっけ？まあはい、頑張ります。
おお、引き受けてくれるか。礼を言うぞ。まずは化け物が出没した西隣にある日野の木火山の参道を調べてみてくれ。頼んだぞ。西隣にある日野の木火山の山、日野の木火山の参道ね。オッケー。急に晴れやかな顔になったね。この者たちにちょっと希望が見えてきたみたいな。与えたまえ。じゃあ向かいます。あ、そんなとこにもおったんか。ここにいると時々火山の方から恐ろしい声が聞こえてくるんだ。あれは腹をすかせた化け物の声だな。なんだか人食い狩猟の鳴き声と似てるからビクッとして心臓に悪いぜ。まったく忌々しい。あれ、いや、やっぱりこれの話か。なるほどね。そっかそっか、まだ先の話やったっけあれ。なるほどね。まだそこまで行ってないんか。旅の方よ、話は聞かせてもらったぞ。家役様に化け物退場を頼まれるとは、さぞ腕の立つお方なのだろうな。日野の火山は、この里の西隣に参道を進んだ先にある。くれぐれも気をつけていかれよ。ありがとう、頑張ってきまーす。これを登った先に日野の火山が。すごい霧だな。霧？煙か？火山。視界が悪い。立ち去れ。立ち去れ。子供の声じゃない？立ち去るのだ。出たな、化け物め。このグレイグが成敗してくれる。その前に喋ってるってならん？ボス級の奴らは確かに喋りよったかもしれんけど。我は火の神の化身なるぞ。その腹渡、八つ咲きにされたくなくば、早々に引き返せ。確実に中に二人ぐらい入ってますね。里の人をいじめる悪い魔物ちゃんは、私たちが懲らしめてあげるわ。さあ、覚悟しなさい。フラフラしてる。な、何？一体どうしたのかしら。兄ちゃん、この人たち全然逃げないよ。どうしよう。そこで喋ったらいかんや。喋っちゃダメだろ。怖がって逃げてくように、ちゃんと化け物になりきるんだよ。あ、体勢が。お、現れた現れた。バカ、さっきのせいだぞ。この人たちに見つかったじゃないか。違うもん、手羽兄ちゃんがちゃんとさっきのこと支えてくれないからだもん。手羽先、美味しそうな名前だな。あら、びっくり。怖い化け物がこんな可愛い子たちだったなんて。お前たちは里の者か。何故化け物のふりなどしていたんだ。まあまあ、ほら、怖いおじさんがそうやって凄んだら。だって、俺らたち八役様に儀式をやらせるわけにいかないんだよ。なぜ？あのね、儀式をね、止めないとね、大変なことになるんだよ。何？どういうこと？何か訳があるようじゃな。ひとまずこの子たちの話を聞いてみんか。あんちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるのかい？話聞くの大事ね。ねえ兄ちゃん、この人たちならサキたちのお手伝いしてくれるかも。そうだな、あんちゃんたちなら腕っぷしも強そうだし、一緒に来てくれたら心強いや。この先にオイラたちの秘密基地があるんだ。詳しいことはそこで話すよ。先に行ってるから絶対に来てね。なんで先に行くんだ。来てね。一緒に行けよ。だってどうせここで用があるわけじゃなくてさ、すぐに進むんやけん。え、待って、どっちの方向？今私はどこ？あ、そこやね。
うん、ここは取ったわ。よくこんな火山のところでさ、秘密基地なんか作ろうと思うよね。あれ、親ごと待ってたよ、あんちゃんたち。早速来てくれたんだね。子供だけの秘密基地じゃないんよね。話してくれた人たちなの？うん、旅人のあんちゃんさ。あんちゃんたち、オイラたちの話を聞いてくれるんだって。先ほど里の儀式をさせないために化け物のふりをしていたと言っていたな。その訳を聞かせてもらおうか。儀式をしないとみんなが困るのは分かってる。でもダメなんだ。だって儀式っていうのは何のために必要なん？だって儀式をしたら母ちゃんが火の神様に捧げる生贄として火山に落とされちゃうんだよ。儀式ってそういう神様に生贄を捧げる儀式？え、絶対いかんやん。やめようやめよう、そういうの。生贄ですって？儀式ってそんな物騒なものだったの？ある日ヤヤク様がオイラたちを集めて、ダンス踊ったりとかそれぐらいかと思いよった。我らは火の神の怒りに触れた。捧げ物をしなくては火山が噴火し里は火の海になるだろうって。はじめは大根とかお芋をあげてたの。でも急にお日様が出なくなって食べ物が育たなくなっちゃったんだ。そう、いやでもそれは別にね、魔王誕生の余波が小村の里だけの問題じゃないけんさ、まあ星規模でそういう状態やけん、君たちが怒りに触れたわけじゃないよ。ヤヤク様は里を守るため火の神様への捧げ物を絶やさぬようにと人間を生贄に捧げると宣言しました。へえ、よくないよくない。え、それで一人目ってこと？もうすでになっとる人もおるとかじゃないよね？誰が生贄としてふさわしいか。ヤヤク様が火の神様の信託を受けて、そして私が選ばれました。生贄に選ばれた母ちゃんを日の乃木火山へ行かせないようにおいら必死に考えて、それでこんな小さい子供が二人もおるのに生贄。そうか、どういう信託があったんや。だからあんなことをしてお前たちなりに母親を守っていたのか。私の死が里のためになるのなら生贄になる覚悟はできています。だけどこの子たちが、里のためならないならない、全然ならないし全然関係ないけん。そんなこと言うなよ母ちゃん。里のためとかオイラには分かんないけど、母ちゃんが死ぬのは絶対嫌だ。こないだの夜、母ちゃんが儀式以外立ち入りを禁じられた火山にヤヤク様が一人登るのを見たんだって。そのことをヤヤク様に言ったら、母ちゃんは生贄に選ばれちゃったんだ。うわー、口封じ。まるで見られたことを言わせないように。日の乃木火山には絶対何か秘密がある。それを暴いて母ちゃんを助けたいんだ。でもオイラだけで行くのは無理だから。うん、そういうことであったか。ではその日の乃木火山とやらに一つ様子を見に行ってみようかの。本当？ありがとう。あんちゃんたちがいれば百人力だ。これで火山の奥まで調べられるよ。あそこを登っていけばいい。この秘密基地の奥に火山へ続いてる道があるんだ。そこから火山の中に入ってみよう。頑張りますね、私。ヤヤク様の秘密を暴くなんて、こんな勝手なことが里の誰かに知られたらただで済むはずがありませんわ。テバは一度言ったら聞かない子です。どうかうちの子が危ない目に遭わないよう、日の乃木火山まで付き添ってあげてください。ここにこういう秘密基地があるっていうことは、村のみんなは知らん感じかな。村ってか里？え、子供も一緒に連れて行く感じ？来なくていいよ、危険だし。ここにいなよ。私がどうにかしてくるから。ね、ついてこられた方がちょっとなんか、うえ、なに？びっくりした。
何が起きたんかと思った一瞬。やめてって。それめっちゃビビるんやけど。うん、とりあえず、一本道？他に行く場所ある？ないよね。ここが奥ってことでいいんかな。奥まで来たよ。あ、こっち。ここか、奥。ここで行き止まりみたいだ。他に道なんてなかったし。なんだよ、何もないじゃないか。残念だったわね、テバちゃん。溶岩の火でミディアムレアに焼かれる前に早くここから出ま。みんな長袖着とるしさ、めちゃくちゃ暑いよね。なんじゃこの地響きは。一体何が起こったんじゃ。はあ、現れる。あ、これでそのまま戦闘に突入するやつやっけ。地面の下から声が。アンちゃん、この下に何か言えよ。女の子の方は置いてきたんやっけ、兄弟の。あ、で、あ、ネオンかまだ。これやろ、退治したって言った下流。竜っていうより狼っぽい感じよね、なんか。顔。あれは、人食い火竜だ。あれが人食い火竜。しかし火竜は、ヤヤク殿が倒したはずではなかったのか。そっか、別にいい子なわけではなかったんかな。これを隠してたんだ。人食い火竜を退治できなかったから、こうやって隠して、みんなを騙してたんだ。母ちゃんが生贄になるのも全部こいつのせいか。要はこのこいつの餌にするってことよね。ないわ、怖い。一旦里に戻ろう。ヤヤク様ないわ。まだちゃんと生贄の方がマシよね。自分のペットの餌にしようとしよるとかも最悪すぎて恐ろしいわ。ヤヤク様失脚させた方がいいよ。燃えるー。待って待って。こっちや。じゃあ、あのスライム的なものを、いやー踏みたくない。さあ、ヤヤク様の秘密を暴いてきたよ。これを暴いたってことがバレたら私らも。お？君はヨッチじゃねえか。おっす、ユイス様はじめまして。僕頑張って汗と涙の大冒険の果てに、ついにこの合言葉を見つけたんだ。ヨッチ自身が冒険をして合言葉を探してきよん。なるほど。この僕の熱い思いと合言葉を、今からユイス様に託させてもらうね。後のことは任せたよ。てかさっきからおった君。アイナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。悪霊の祭壇のサマルトリアの城が解放されたようだ。おー、サマルトリア。その冒険の書の合言葉があれば、ヨッチ村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、ヨッチ族を見つけたらまた話しかけてみて。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。イース様、これからも頑張ってね。ヨッチ村のこと頼んだよ。頼まれました。イヤヤク様とハリマ様が倒したはずの人食いカリエがまだ生きていたんですか。そのハリマ様っていうのは、もしかして食べられたとか。だとしたら、ホムラの里が危ないわ。私はここから動くわけにいかないから、カリエのこと、みんなに伝えてくださいな。でもそれを伝えてしまったらさ、存在消されねえ、私。私らは存在消されないっすかね。ん？あの男の子はもう、母親のところでバイバイしたんかな。あれ、さっきまでこの辺に座っとったおじいちゃんだかおばあちゃんだかがおらんくなったね。
たぞ来たぞ、なんか人が増えてる。大変だ、あれ一緒に来とるやん。いやそれ本人の前で言わん方がいいって。今大事な祈りの儀式の最中だぞ。そんなことしてる場合じゃないよ。カリュウが、人食いカリュウが生きていたんだよ。は、消されるよ。何を言っておるんじゃ。人食いカリュウはヤヤク様が退治してくださったんじゃろうが。人食いカリュウは死んでないんだ。日野の義火山の奥に隠れてるんだ。オイラこの目で見たから間違いない。貴様まさか日野の義火山に入ったのか。化け物がいるのに一体どうやって。もう参道に化け物なんて出ないよ。だってその化け物はこのオイラだったんだから。なんだと。大丈夫か君。オイラが化け物のふりをして横のおじさんめっちゃびっくりしてる。儀式なんてさせないためにね。貴様分かっているのか。儀式をせねば火の神の怒りに触れ、里は火の海になるのだぞ。ならないならない、大丈夫。うるさいこの嘘つき。今まで偉そうに英雄ぶって里の人たちを騙してたくせに。あんたは火竜を倒せなかったんだ。だから自分だけ助かるために里のみんなを火竜に売ったんだろう。火の神様が怒ってるなんて嘘っぱちさ。生贄に選ばれた人は人食い火竜の餌になって食べられるんだ。そういうことやろ。そうだよ、火竜との戦いであんただけ助かったのも。え、違ったんかな、もしかして。そんなストレートなことじゃなかった。一緒に戦ったハリマ様を火竜への生贄にしたからじゃないのか。黙れ、小僧。貴様ごときに何がわかる。あー、泣き出してしまった。一体どういうことだ。ヤヤク様は人食い火竜を倒したんじゃなかったのか。おお、みんなの不信感が。そしてすごくオロオロしているおじさん。もし火竜が本当に生きていたら私たちみんな食べられちゃうわ。そんなの絶対に嫌よ。静まれ皆の衆、案ずるな。人食い火竜は我が息子ハリマが確実に仕留めた。息子なんや。しかも火竜と差し違え、ハリマは死んだのだ。小僧、よくも邪魔してくれたな。貴様がしていることは火の神への冒涜。このままでは里は神の裁きを受けるだろう。あ、そっか。隠している貴様の母親の居場所を言え。さすればすぐに生贄の儀式を行い、私が火の神の怒りを鎮めてみせよう。いやだね、誰がお前なんかに渡すもんか。もみんなでさ、ゾロゾロとそのカリュウのところに行けばいいんじゃない。もうその目でしっかり見た方がいいって。この人が嘘つきよるっていうのがそれでわかるやん。お、もしや出てくる。なんだ今の音は。人食いカリュウ。まさかもしかしてこうしちゃいられない。さあ、アンちゃん、オイラたちも外に行ってみよう。ひー、なんか大変そうな感じになってきた。大変そうな感じになってきたよ。うわ、里にやってきた。人食いカリュウだ。人食いカリュウ。もうこれでヤヤク様の嘘はバレたわけやね。全然竜じゃないんよね。もう里にまで来られてしまったらやっつけるしかないやんね、ヤヤク様。やっぱり里を襲いに来たんだ。ひるむな、皆の者。あの邪悪なる炎の化身から里を守るのだ。よし、放て。よし、もう一発。や
よ、やめてくれ。どうかどうかこの火竜を殺してくれるな。ややく様、これあれやろ、これが息子ってことやろ、この火竜。わかっているわ、お腹が空いているのね。さあこの私を。だからもう里の人は。いやでもさ、この先も生きていくんやったら確実に食べられるやん。食べ物はいるんやけんね。うわ、ヤヤク様が、ヤヤク様が人食いカリオに食べられた。え、食べた？なんとヤヤク様が食べられてしまうとは。おのれ、ヤヤク様の仇。いやてか真実語ってから死ねって。おい、じゃないと結局殺されるやんね。このままじゃカリオに里が壊されちゃう。頼むよアンちゃん、あの人誰か真実を知っとる人はおらんのか。じゃないと里が、里が、うんって言った。喋るんだね君。うんだけではあったけど、どこにいるの人食いカリュウ。これまだ下じゃないんかな。何言い合いしてんのこんな時に。バッキャロー、あっちに行ったらカリュウに食われちまうぞ。死にたいのか。どいて、どいてったら、うちの子を探しに行かなきゃ。きっと一人で泣いてるわ。私は母親よ。あの子がカリュウに食べられたら、私、私。いやー、それと同じ思いをヤヤク様はしてるんすよ。人食いカリュウと戦えますか？え、これ、どうなん？戦わん方がいいんやねん。でもその選択はできんってことなんか。戦うしかないんやね。カリュウは人の血肉を欲して凶暴化しているよ。このままやったらさ、せっかく止めに入ったのに結局自分も食べられてこいつも死ぬっていうだけになるけど。始めましょう。すんごいでっかい角だな。いいね、映え切れた。あっという間にやっつけれそうな気がするよ。なんかすごいそろ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 と近づいていくローおじちゃん。お、あっという間、人食いカリュウをやっつけた。ギャオー。あ、でもまだやっつけてはないんやね。さすがアンちゃんだ。カリュウから里を救ってくれてありがとな。でもまた来るんじゃないの？救われたのこれ。ヤヤク様はいなくなったけど。ヤヤク様が人食いカリュウに食べられてしもった。もうホムラの里は終わりじゃ。ヤヤク様もハリマ様も亡くなって、これから一体誰がわしらをお守りくださるというのか。ヤヤクちゃん、どうして里を襲う人食い火竜をあんなに必死にかばったのかしら。うん、あれよね、あれが息子やとして、おいら知りたくもないよ。その人間の時の気持ちみたいなのは出てこんのかな。出てきたらね、すごい強力な守り神になってくれそうやけど。でもお腹が空いて人を襲うようじゃね。逃げた人食いカリュウを追わないと。ほっといたらまた里を襲いに来るよ。オイラたちが初めて会った場所覚えてる？あの山道の先にある山門を抜ければ人食いカリュウのねぐらに行けるはずだよ。山門の鍵はヤヤクの次女が持ってるはず。ヤヤクの社に行ってみよう。アンちゃんめっちゃ詳しいっすね。ヤヤクの、ヤヤク様の次女やったら事情わかるんやね。次女だけに。そんなつもりじゃなかったけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあでもあれよね、最後までわからんままとかじゃなかったよね、全然。ってことはきっと次女が語ってくれるはず。うん、ということで次回それを聞きに行こう。